ようやくここまでたどり着いたか。団長。あのでかい戦艦を乗り越えた上にゼノとレオまで倒してくるとはな。立派になったじゃねえか、フィー。シュバルサーニ、ジーク氏も。スカウトし損ねたカーバイドもすっかり腹をくくった面になりやがって。ふっ、昔やがれ。って、いい加減その名はやめてくれ。地味に黒歴史になりつつあるんでな。なははすまんな、アームブラスト。ここまで厳しい戦いでしたが、全員の力で、なんとかたどり着けました。ゼノとレオも立ちはだかったけど、最後には送り出してくれた。そして二人に、団長のことを頼まれた。その依頼は必ず果たすよ。遊撃士として。そうか。つくづく思うぜ。お前をサラ嬢ちゃんに預けてよかったってな。改めて聞かせてください。あなたがここに来た意味を。総国の果てに何があるのかあなたも分かっているはずだ。苦労はひとまず免れたが、敗れた不死者がどうなるのかも。なのに攻防の言いなりになって世界を終わらす手伝いをしてやがるとはな。王を名乗ってるくせに、まるで都合のいいパシリじゃねえか。痛いところをつくね。まあ流儀じゃねえのは確かだ。別に宰相やアルベリヒって野郎に賛同してついていってるわけでもねえ。世界なんか終わらせちまったら、戦争してなんぼの俺たちが食いぶちに困るだけだしな。だったらどうして。両兵だからかな。その通りだ、フィー。雇い主の主義や思想は俺たちには関係ねえ。いい意味でも悪い意味でもな。たかが一山いくらのはした金に命を懸けて代理戦争すら引き受けられちまう。そうして血湧き肉を踊る戦場を求め続けて、生味わい尽くして渡り歩く。そういう生き方しかできねえんだよ、俺たち両兵って生き物はな。真の両兵とはそこまでなのか。全言撤回するぜ。あんたは確かに両兵を、いや両兵そのものみてえだな。やっぱり戦うしかないんだね。大方アームブラストと同じ落としどころに持っていこうって腹なんだろうが、だが総国が真に闘争の果てに起こる儀式だとしたら、それ自体は避けられねえ。だったら迷うことはねえだろう。ティー、シュバルサーたちも報酬はいつだっててめえの手で掴み取るものだからな。そうだね、団長。うん、分かってる。だったら私も全力で行くだけ。両兵として、遊撃士として、団長からもらったフィー・クラウゼルの名にかけて。ふ、それでいい。それじゃあ早速始めるか。上等だぜ。俺たちもサポートする。七組の家族として王たる者の誇りと力、乗り越えさせてもらおう。同じ運命にある者同士、踊るとしようぜ、傭兵を。さあ来な、すべて受け止めてやるよ。うわあ、
任せて。ミッションスタート。行くよ。私の番ね。ごめん、お願い。任せろ。探らせろ。ボルカニックハンド。マイル。今から魔法をかけて差し上げます。ブリリアントシャット。ちょっぴりやりすぎてしまいました。シートを滅却。我が太刀は無。見えた。神道滅却。我が太刀は無。見えた。走っと、楽しい、リーサル。
します。真打ち登場ってな。崩れたな。続きます。行くぞ。受けてみろ。侵略の十字クロスリベリオン。大したもんだぜお前ら。はい。すみません、お願いします。俺に任せてもらおう。燃えろ猛攻陣グレ。任せてくれ。よっ、どこだ。絶空砲翼の力、思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ、その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。俺の番だな。ほらよ、タッチだ。うん、任された。さてと、いっちょやるか。そらそら。はあ、こいつで決めるぜ。イルガメスブレイカー。お返し。うん、任せて。行くよ。やっ、よっこいしょっと。たまえよ。お返し。マイル、燃えろ。猛攻陣グレ。俺の番だな。せい、行くぞ。アークス駆動。せいや、行くぞ。シートを滅却。我が太刀は無。
見えた。よし、掴んだ。やったわ。悪くねえな。ま、こんなもんだろ。まだまだこれからだ。やるじゃねえか、B。シュバルサー、アームブラスト、カーバイドに守護騎士も。こんなに上がれる戦場はバルデル以来かもしれねえな。楽しいのはこっちも同じ。昔ダンのみんなとバトルロイヤルで遊んでもらった時を思い出すかな。で、どんな危ねえ遊びだ。だがここまで戦えば総国の場が整ったか。ふふ、なるほど。ようやく始められるわけだな。七の鬼神同士の奪い合い、その第二総局ってやつを。行くぞ、ゼクトール。よかろう、両兵王。紫の騎士、こっちも行きなさい。行って、リン。私の出番はここまで。あとはリンとクローンに任せた。どうなっても後悔しない。だから団長をお願い、フィー。わかった。来い、バリバール。来な、オルディーヌ。なら文句はねえ。一花咲かせてもらうぜ。受けて立つぜ、両兵を。ああ、フィーの分まで。いざ参る。
て、そろそろ幕引きと行こうか。参る。さあ、かかったか。行くぜ。任せろや。行くぞ。はっ、はあ、ガラ空きだぜ。うん、任せて。俺の番だな。せっ、行きますね。やっ、俺の番だな。行くぜ。私の番だね。やっ、行くぞ。せっ、崩れた。やり、これでやっと行こう。明日を切り開くために。おお、
これで決まりか。なんとか届いたか。たく、二人がかりでやっととはな。見事だったぜ、シュバルサ。アームブラスト、ゼクトールも。よくやってくれたな。ああ、我も悔いはない。やはり不死者は。リン、やれそうか。ああ、クローの時みたいに、なんとか力を押しとどめれば。な、おい、何のつもりだ。ふざけてる場合じゃ。いいんだよ、これで。最初からそのつもりだったしな。もともととっくに死んでる身、女神も待ちくたびれてるだろう。くっ、つってもすぐに煉獄に蹴り落とされそうだが、引き時くらいわきまえねえと年長者として格好がつかねえだろう。そんな泣くな、フィー。せっかくなら笑って送ってくれや。これでも満足してるんだぜ。若い頃から各地の団子を渡り歩いて、気の合う奴らと西風を足し上げて、バルデルとも決着がつけられた上、娘の成長した姿まで見られたんだ。なあ、その点だけはアルベリヒに感謝する必要があるかもしれねえな。あの痩せっぽちでぼーっとしたちびすけがここまで育つとは。お前が俺を人の親に、いや人間にしてくれた。ただ血と荘園にまみれるだけだった下道の人生を一瞬で変えちまったんだ。ありがとな、フィー。団長。うん、お礼を言いたいのはこっちの方。団長が拾って育ててくれたから、あの頃があったから今の私がいる。だからありがとう、お父さん。こいつはいいメイドの土産ができたもんだ。ゼノ、レオも世話になったな。お前らが吹かせる次の西風、煉獄で楽しみにさせてもらうぜ。団長。ああ、見ていてくれ。じゃあな、フィー。いつまでも達者でいろよ。シュバルサー、他の連中もおかげで楽しかったぜ。娘のことをよろしくな。バリマールが新たな形状に。そうか、これが総国の。ああ、フィーちゃん、フィーさん、さよなら、お父さん。マーベラス。
ランクアップだ。ほんの気持ちだ。受け取ってくれたまえ。さすがにやるね。まあ、団長の紫の力を灰がついた以上、俺らも手伝うんが筋ってもんやろ。最後の戦いは近そうや。それまでに体勢を立て直しとくで。また会おう、フィー。シュバルツァーに他の者たちも、それまで必ず生き抜くがいい。お疲れ様。両兵王の話は聞いた。お疲れだったな。ああ、あちらで気になる動きがあったみたいでな。湿地帯方面に青色に輝く光の柱が現れたらしい。